岡田さんは画像生成 AI の発展でサブカル業界にどのような影響が起こると思いますか絵師たちは本来の腕でなく効率の良い設備投資ができるかも生き残りにはそういうのが必要になってくるのかなと思ってます絵師と呼ばれるイラストレーター全てを失業させるような、まあ、大問題だというふうに僕は思ってます2つ目アナハイムセ世さんこの AI の画像生成についての2つ目は同じような質問です今度は男性で20代さっきは50代ですけど最近 Twitter で AI によるイラストの自動化を 生成サービスが話題になっていますこのサービスで有名なイラストレーターたちの著作物を混ぜて AI に学習させ第三者に自分の著作物として利用されることを、えー、一部の人から反感を買っています自分が心血を注いで描いたイラストを利用されることや何の努力もしていない人間が絵を作成できるようになることに嫌悪感があるようです私はこのような価値観は時代に合わなくなっていくと思います岡田さんはこのことについてどのようにお考えになりますかまたこのようなサービスが普及すると作画コスト が激減してアニメーターの職が失われていくと思いますか <laughs> 流行ってる絵の描き方のパターンを学習させて自分の著作物のように発表するっていうのってこれはあらゆる絵描きとか漫画家とかイラストレーターが身に覚えがあることです昔のあの著作物が切れてるやつの例えばゴッホとかそういう風な絵だから許されるでも今の絵描きだったら許されないっていう人もあると思うんですでも漫画家って基本的に自分が好きなもちろん今も生きている漫画家の漫画の描き方とか絵のパターンっていう の頭の中で混ぜててやってるわけだからそれを AI がやったら何で非難されるのかじゃあ人間がやったらオリジナリティがあるってそれを混ぜることがオリジナリティなわけですその混ぜ方の中に自分が入ってるのかどうかというふうなことになってきてオリジナルととは何かかいいう話にななってくるじゃないですかだから僕は基本的に自分が描いた絵のパターンというか描き方を盗まれたから AI にこんなことさてはいけないっていう論法には勝ち目がないと思っていい悪いじゃない いい悪いで言うと自分が苦労して編み出した自分なりの表現っていうのを AI にパクられるのはそれは嫌なのは分かるんですよ。そのいい悪いで言うとそれはなんか許されるべきでないというその論法は分かるんですけども勝ち筋ではないなこれは今後数年間か10年以内に起こる大きな流れの中でここもなくなっていくようなまず最初はイラスト屋のイラスト無料配布無料使用されているおかげで多分アマチュアのイラスト描きの人とか絵師と呼ばれるような人でなくてどちらかっていうと地方自治 自治体とか小さい商店から発注受けて書いていた町のちっちゃいイラスト書きみたいな人たちがものすごい淘汰されて食えなくなってきたっていうのがこの3年ぐらいの流れだと思うんですこっから先の流れはオリジナリティがあるような町のイラスト書きよりも上の人たちです超メジャーな鳥山明とかそういうクラスでない人たちの仕事をまあこっから先奪っていくんだろうなっていうふうに思いますこれは良い悪いではなくてそれは大きい時代の流れとし でじゃあどういうふうにしようかっていうですね話になると思うんですけどあとアニメーションの話に関してはアニメの作画は無人化が進むでしょうねつまりここから先絵コンで描く人間は AI のアニメーターが描きやすいようなその動きで発想すると思うんですつまりここのカットはちょっと見せたいから人間に発注するここのカットは流して見てもらっても構わないから AI の方で発注する特にその AI の方がおそらく描き込みが多くて影とかが多い服 複雑でこれまで人間のアニメーターに負担をかけていたカットを動かすのに関しては向いてると思うんですよなので、えー、結果的にアニメーションのクオリティは上がったように見えてそしてアニメーションの制作コストは下がっていって でこれまで一生懸命絵を描いてアニメ業界で食べてきた動画マンとかちょっと食えなくなってくるんじゃないのかなと僕は思います原画はまだ生き残るかも分かんないですけども動画はちょっと厳しいんじゃないのかな将来的にはですね漫画も同じです漫画もその小回りとか見,見開きのどういう風うに小回りするのかどういう風うに見せるのかどんな風に小回ればみんな見るのかっていうのは漫画が量産されればされるほどデータが溜まっていくわけですからまあ、AI が覚えて自動生成することも十分可能だ それは今可能だ来年可能だというんではなくて数年以内に可能になっていくのはもう明らかでそうなると僕がこういうふうにしゃべってるような内容も漫画にした方が面白いじゃん漫画にした方が簡単じゃんというふうなことで岡田斗司夫が話してることを素早く漫画にされてるやつゆっくり解説みたいなやつで <laughs> YouTube に上げられると僕は以前に書いた2028年の世界というやつで書いたあらゆる YouTuber はもうほとんど失業すると多分僕を含めて失業するという意味で。 未来はある程度僕には見えてる。中間段階がどん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 見えてるわけです。多分僕が話したような事っていうのは切り取りさんが実に見事にですね。過去の僕の発言と現在の僕の発言を混ぜて面白く作ってるわけです。あの作業すら ai ができるようになる。じゃあ、もう僕の本体いらない。いわゆるひろゆきメーカーでみんな喜んでるのと同じようにあれがひろゆきが言ってそうなことを人間が考えなきゃいけないですか？ でもそれがもうなくなってくるいわゆるホワイト革命でキャラ化っていうのがすごい重要になってくるのと同じでみんな必要なのはひろゆきというキャラなんですでそうすると本物のひろゆきが話してることよりもキャラとしてのひろゆきがいかにも話しそうなことをこんなことは話してほしいっていうふうにですね数十万人が考えてカタカタと考えたことの方が現実のひろゆきが話すことより面白くなっちゃうっていうのはもう時代の必然別にそれは恐ろしい未来ではなくてそうなったらそうなったでじゃあ次は どんな面白いことをしようかって考えるだけなのですこの YouTube という仕掛けとかニコ生の配信という仕掛けもこういう仕掛けが生まれたおかげで失業した人がいるわけですそういういっぱい失業した人のその屍の上に僕やひろゆきは乗っかって楽しく商売してるわけなんでこれもですねそれはもういずれ崩れてくるのは当たり前だと思うんですだから超超超優優優秀秀秀なななアニメータータととかか漫画家とか超優秀な絵師の方は生き残るんですしかし大半の漫画家は職業として成立しなくなると思いますし。 See? アシスタントも同じですまあ、あと3年ぐらいで大きな変化が目に見えるようになって最終的な変化で食える食えないという問題はまだ10年ぐらいかかると思うんで僕はここでアニメーターとかイラストレーターとか漫画家とかで中間的なポジションにいる人危ないよって言ってもその人たちが本当に危なくなるのにまだ5年から10年ぐらいかかると思うので僕のね未来予想って先取りしすぎるんですだいたこうううなるるろうっていうのは当たるんですけどもみんなそれ聞いて来年再来年の話って思っちゃって岡田斗司夫またいい加なこと と言ってるそんなはずないっていうふうに言う人がいるんですちゃんと5年後10年後にはそうなります時代っていうのはそんなもんだというふうに考えておいてください。